日本犯罪史上最大の未解決事件と言っても過言ではなく、警察庁広域重要指定事件で初の未解決事件でもあり、さらに数えきれないほどの模倣犯が出現したことでも有名なグリコ森永事件というものについてお話していきます。まずどういった事件なのか。このグリコ森永事件、1984年から1985年の約1年半にかけて食品会社を標的とした一連の企業脅迫事件でございます。早速紹介です。1984年3月18日、兵庫県にあるグリコ社長の自宅に銃を持った2人組が押し入り、江崎社長を誘拐したところから事件は始まります。身代金で犯人は現金10億円と金塊 100kg を要求。一応警察は指定の場所に行きますが、指定された場所に犯人が現れることはなく、なんと事件から3日後に社長が自力で脱出します。そして大阪で保護されるんですね。そしてその誘拐事件から後に起きた事件一覧です。放火、襲撃、毒物、えらい凶悪な事件を連続して起こしてるんですよね。犯行の特徴として毒を混ぜて店舗に置く。犯人はお金を要求しても指定の場所にはいない。そしてこの後が事件最大の特徴です。警察やマスコミに怪人21面相の名で挑戦状を送る。こういったことを行ったんですね。これにより別名怪人21面相なんて呼ばれておりました。これやってること意味が分かんないですけど、でもこの犯人には明確な狙いがあったんですよ。それが社会全体を巻き込むため、似たような犯行やいたずらが増えると分かっていて、自分という本物を怪人21面相と偽ったんですね。逮捕できなかったのは、犯人がそもそもお金を取る気が全くなく現場に来なかったこと、なので遺留品も全く残っていなかったことです。本当の目的が分からないんで、容疑者を絞り込めなかったことではないかと言われています。実は指定された場所付近で不審車両を見つけたりとか、2回ほど不審な狐目の男が目撃されていたりするんですが、警察はね、その行方を見失っていて、今現在も分かっていないんですね。それがあの有名な絵ですよね。そしてこの事件が終わる出来事が発生します。なんと不審車両を取り逃した滋賀県警の本部長が退職の日にその責任感から自殺をしてしまいます。すると犯人と思われる人物からある手紙が届きます。皮肉交じりの犯行をやめるという宣言のもと、事件は本当に幕を閉じます。その後も捜査されたんですが、公訴時効が成立し未解決事件となってしまったということなんですが、以上がざっくりとしたグリコ森永事件でございます。